名探偵コナン最高のパートナー。じゃ行こう。どのストーリーをやる？はい、ヒルムです。今回からは、名探偵コナン最高のパートナーの、2つのエピソードのうちの1つ、ローテ地の人とトランプの謎をやっていきたいと思います。一応前回というか、この仮面騎士殺人事件は、もうすでにやっていて、ついこっちの少年探偵団と灰原がメインとなる回なんですけども、一応僕の動画的にはこの仮面騎士殺人事件、まあスペシャルモードありましたけども、でこのローテジャシーとトランプの謎という順番でやってはいたんですが、後々というかしばらく経ってから、この動画見ました、初めて見ましたよという方のために一応説明すると、この2つの事件って別に関連性はないので、まあどっちから見ていただいても別に問題はないといった感じで、ではやっていきたいと思います。これ過去シリーズも一緒ですね。まあ、一応プレイステーション3部作の3つ目ということでやっていきたいと思います。どこから始める？はい、始めからです。まあ、これはあれですね、予告ムービーでも流しましたけども、すごい、このファミリーパークは動物園とアトラクション施設が併設されているんです。観覧車もあればライオンもいるってわけです。おいおい、おめえらあんまりはしゃいでんじゃねえぞ、子供みてえによ。いや、子供だろ。あなたも子供じゃないの？そりゃそうだけど。小一は子供です。早く行こうぜ。はい、現在普通にでかいよな、小一の割には。コナン君も灰原さんも早く行こう。いや、体型という意味ではなく身長ね。おいおい、そんなに急がんでくれ、鍵をまだ閉めてないんじゃが。閉めた、ちゃんと。あ、まず、大丈夫。もう一回確認した方がええんちゃう？ねえ、コナン君、早く早く！もう遊園地はもうなんか絶対事件起こるからな。あゆみちゃん、そんなに慌てなくてもパンダは逃げないよ。あ、パンダいるんだね。もうコナンの1話からしても遊園地やったからな。でも、今日が公開初日ですからね。もう並んでると思いますよ。っていうか、前作の3人の名推理の水浴の宝物事件も、遊園地最後行ってたからな、トラウマだ。それじゃ早く行かねえと見られなくなっちゃうぞ。っていうか、ゲンタ、身長でかいよな、さっきも言ったけど。おいおい、みんな、そんなに急がんでくれ。まあ、ご老体はいたわんとな。まあ、歯が下がって50歳やけど、めちゃくちゃご老体ではないけど。ん？どうした？気をつけろ。まあ、絶対やばいっすやん。おい、急ぐぞ。もう絶対反射やん。えい。なんじゃ、男たちは。確かに。遊びに来たわけじゃなさそう。なんだ？トランプのマークが書いてあるぞ。あ、なんかローキーとトランプだもんな。トランプのマークで分けられているんですよ。ほうほうほう、結構珍しいな。面白い。動物の檻はハート、アトラクションはクローバー。あ、そんな感じで分かれてんのね。体験ゾーンはダイヤ、休憩所とか売店、園内から一旦出るところはスペードですね。ほう。ここにパンフレットがあるわ、地図もついてるし。場所はパンダのいる檻は北側のハートの9番です。あ、一番上のやつね。あ、パンダって書いてるわ。事前に調べておきました。お、えらい、光彦くん。さすがやわ。いや、それほどでも。光彦も普通に頭いい方なんだよな、小一の割には。さあ、パンダのところへ行こうぜ。まあ、ケンタはアホやけど。でも迷子になるとまずいから、園内の地図は持っておくんじゃよ。おう、俺地図読めないからな、持ってても意味ないよな、俺はな。
それもそうだな。まあ少年探偵団返事はすごいいいんだよな。パンフレットの表裏かな。あ、うん、なんか種類があるのかな。どっちだろう。もう疲れてるよ。2時間も待つの。あーなるほど、まああるあるだな。まあパンダはなんやかんや人気やしな。どうします、このまま並んでおきますか。やだよ俺、2時間も待つの。それよりなんか腹減っちゃったよ。はあ、なんか食いて。それいつものことなんじゃねえの。私、他の動物さんも見たいな。キリンさんとかフラミンゴさんとか。おう、僕はアトラクションも体験してみたいです。何か新しいのができたそうなので。あ、何回か来たことあるのかな。せっかく来たんじゃから時間を有効に使ったらどうじゃ。きらめくようなところが。足が並んでるから好きなところへ行ってきなさい。おお、名推理。2時間くらいしたらここに戻ってくるんじゃぞ。あがたがって動きたくないだけなんじゃないのか。はい、返事はいいんだよね。ありがとう。ちゃんとお礼が言える素晴らしいよ。私も博士と残るわ。何を言っとるんだアイ君、たまには思いっきり遊んできなさい。まあ、アイちゃん一応実年齢18歳やからな。そうそう、俺たち子供なんだから。まわー、すげえブーメラン。ふん、さっきのお返しってわけね。じゃあ博士、頼むな。結局アイちゃんも来るんだね。手品の館ですって面白そうですね。俺はまずたこ焼き買いに行きてえけどな。たこ焼き、あ、関西行きなよ。私はどっちでもいいわよ。異国関外行きなよ。ねえ、入ってみましょうよ。私もちょっとだけ見たいかな。しょうがねえ、俺も付き合ってやるや。コナン君はどうします。そうだな、入ってみるか。まあコナン割と好きそうだよな、こういうトランプ系。なんか怪しすぎる。我が手品の館パンドラへようこそ。あ、これがなんかタイトルにもなってる。ロー手品師か。坊やたち、わしの手品を見ていくかね。まあはい、そのために来ましたからね。はい。二人揃って。ではご披露しよう。おう。さて、坊やたちに手品の種を当てることができるかな。いやでも高校生探偵とアポトキシンの開発者おるからな。やってやるじゃん。絶対に種明かしをしてみせますよ。まあワンチャンミツヒコはでき種明かしできそうやもんな。ドキドキしてきちゃった。いやもう、あ、もうあゆみちゃんはもうおるだけでいいからな。では始めることにしよう。はい、まず1から5までのうちで自分の好きな数字を決めてごらん。あー、じゃあ僕3で。今からわしがその数字を当ててみせよう。おー、なんかベタだな。さ、誰が決めるかね。さん。いきなり言われてもよ、決めらんねえぞ。優柔不断か。どうしよう。そうですね。江戸川くんならいい数字思いつくんじゃない。あ、無茶ぶりや。あ、じゃあ4。いやもう不吉すぎるわ。もうそんなこと言うからもう
もうその子になんかもう皮肉言われるんだよ。そうか、じゃあ君たちの後ろの箱を開けてごらん。お前が4というのを分かっていたよ。だって嘘な、なんで分かるんですか。すげえ。どうじゃ、わしにはちょっとした予知能力があるんじゃよ。なんか言った数字に合わせてとかなんかな。おじいさん、もし1だって答えたら違う場所を行ったんじゃない。ふふ、カーテンをめくってみたまえ。お前が1というのは分かっていたよ、ですって。やっぱりね。答えは5つともそれぞれ別の場所に用意されていたんでしょ。そうじゃよ、あらかじめ用意していた答えに合わせているだけのことじゃ。ま、これは簡単じゃったな。では次はどうかな。ん、ちょっとすまん。もう仕事中は電源切っとけ。もしもし。やっと見つけたぜ、パンドラ。おお、さっきのやつらかな。お前は一体わしに何の用じゃ。もうなんかちょいちょい電話鳴るな、今回のゲーム。決まってるだろ、例のブツのことさ。あ、もうこれもう黒ずくめの組織決定ですわ。組織のものじゃな。あ、黒ずくめのやつだよな。お前の孫を預からせてもらった。わあ。孫の命が惜しくば、ブツを持って午後8時にアスレチック広場に来い。わあ。わかった。孫は、ゆうやは無事なんじゃろうな。あ、ゆうやくん、もう手品してる場合じゃねえよ。ゆうや、声聞かせてくれないんだ。悪いが今日はもう店じまいじゃ。さあ帰ってくれ。へえ、もう終わりなの。まあ、まあまあ子供たちからしたらそうだよな。まだ始まったばかりじゃないですか。まあそうなるわな。さっきの電話、何か良くない知らせだったのかしら。ですよ。なんでもないわい。ちょっと急用を思い出しただけじゃ。いやもう隠さなくていいよ。帰った帰った。どうした、苦しいんだ。どうした、大丈夫か。苦しい。救急車呼ぶか。おじいさん、どうしたの。しっかりして。あゆみちゃん、動かしちゃダメだ。大丈夫おじいさん。元太、救護室から人を呼んできてくれ。あ、まあさすがに救護室あるか。閉園時間までに持って孫、ゆうや。ん？おじいさん、例のブツが何なんだよ。このトランプは。トランプがブツなの。元太、救護室から人を呼んできてくれ。おお、わかった。わかるか、ミキ、わかるか。ついていこうか。おじいさん、しっかりして。心臓発作のようね。脈が乱れてるわ。ああ、まあさすがに科学者だな。その、あれはちゃんとあるんだね。言葉は出てこなかった。あ、心得。公開初日の双子のパンダを見に来た俺たちの前で起こったアクシデント。誰かからの電話の直後、
突然倒れたローテジナ氏。おそらくあの電話の内容が原因でローテジナ氏は心臓発作を起こしたんだろう。まあそら孫は誘拐されて、まあブツ持ってこいって言われたら、まあそらまあ負担になるわ。電話の後の様子から見て間違いない。だがあのローテジナ氏はこの数枚のトランプで何を伝えたかったんだ。うん、あのブツも気になるしな。セーブするかい？ちょっと待っててくれ。どのファイルにする？で、今回っていうかこの最高のパートナーの仕様としては、セーブっていうのは、前々作の同級生殺人事件、孤島の宝物事件と、3人の名推理のなんかいいとこ取りみたいな感じで、特定の場所、特定の総理が行ったところまで行ったら自動でセーブしますかって出たり、あとは途中でね、セーブとかもできるので、結構なんか仕様としては結構一番いい感じになってるのではないかなといった感じで、ということで、ね、今回はオープニングということで、今回ここで終わりにしようかなと思います。途中にちょっとあの画像の乱れがあって申し訳ありませんでした。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは。